どうもこんにちは、オールシーズンのりょうです。今日はうちのマリプリンの美味しさの秘密となっているカラメルを作ります。カラメルの作り方を皆さんにも見ていただきたいと思います。じゃあ早速用意しているので、その材料で作っていきます。ちなみにお砂糖は何使ってるんですか？うちではきび砂糖、グラニュー糖とかでやってる人は多いと思うんですけど、うちはきび砂糖で作ってます。これはちょっとミネラルが多いので独特の酸味が出たり、うちのプリンには欠かせないお砂糖です。オールシーズンは大量にカラメルも使うんで、1回で1袋全部いきます。溶けてくるまではこのまま強火で火にかけてちょっと置いておきます。溶け始めると一気にグツグツしてくるんで、そこからは火を弱めて合わせていきます。はい、じゃあさっきの状態で今5分ぐらいあのまま火にかけた、ちょっとこんな感じで溶けたお砂糖がちょっと周りと固まりながら状態が変わってきてるんで、まずちょっと固まってきて、その後液体っぽくドロドロと溶けていきます。はい、こんな感じで結構溶けてきて、今もうピーナッツバターとかそういうちょっとドロッとした感じになってきました。ここから結構焦げやすいので、そこから混ぜてあげて全体的に溶かしていきましょう。結構キャラメルとかそういうピーナッツバターみたいなドロッとしてきます。またさらに今2、3分ちょっと煮詰めて、こんな感じで結構完璧に液体っぽくなってきました。ここからちょっと火を中火ぐらいに弱めて、混ぜながら火にかけるともうちょっと色が黒っぽくなってきて、質感もちょっともっとマグマみたいなグツグツと湧き出る感じになってくるといい感じです。結構危ないです。危ない。このぐらいまでもうブクブクして上まで来るんで、あとは火を止めて余熱でかなりグツグツするんで、このまま置いていきます。すごい溢れる。あ、もうそれやばいかも。これやばいっすね。これやばい。抜いて。ちょっとやりすぎました。はい、さっきのブクブクもちょっと落ち着いたんで、熱いうちにこのアマレットでお酒なんですけど、これを熱いうちに入れてアルコールを飛ばします。熱々なので跳ねます。ちょっとずつ気をつけて入れましょう。こうブクブクとこうやってアルコールが今飛んでってます。水分も飛んでってます。結構怖いです、これは。飛んでく、本当に飛んでくるんで、皆さん気をつけて。あと蒸気がめっちゃお酒です。本当だ。酔っ払いだわ。酔っ払いそうですよ、本当に。これ見えますかね、こんな感じでちゃんと色もカラメルっぽく濃くなって、今ちょっと水分入ったんで、さっきほどブクブクではないんですけど、アマレットが馴染んでお酒も飛び切ったら、お湯をこの中に入れて固まっちゃわないようにお湯で伸ばします。いい感じですね。これ以上ブクブク言ってないよっていうぐらいになったら、アルコールは飛んでるんで、お湯を入れていきます。これも熱いと跳ねて危ないんで、ちょっとずつやった方が安全かなと思います。オールシーズンのプリンのカラメルは他のカラメルよりもちょっと色も濃くて、あとちょっとドロッとしてる濃度も結構濃いめで作ってます。その方が硬くてちょっとむっちりしてるプリンにすごい相性がいいから。もうこれで全部お湯入れたんですけど、今は結構サラッとしてますけど、お砂糖なので冷めるとかなりまたドロッとしてくるんで、お湯入れたてはサラサラで、冷めてちょうどいいぐらいの分量になってます。そのまま冷まして容器に移すのは完成です。はい、じゃあこれは今冷やしてるところなんですけど、うちのカラメルこんな感じで型にカラメルを流し込んで、そのままプリンにするもよし、うちではカラメルミルクっていうソフトドリンクにも使ってて、ドリンクに使ってる方はこのアマレットは入れてないものになるんですが、こんな感じで牛乳と合わせてホットでもアイスでもすごい美味しいんですけど、なんか甘いだけじゃなくて焦がしながらカラメルを作ってるから、ほろ苦くて多分お子さんも多分すごい好きだと思います。ぜひ作ってみて飲んでみてください。ありがとうございました。